はい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 。また勝ちましたね。ジャイアンツまた勝ちました。というところでね。まあやはり、堀田賢慎投手の、好投っていうのはもちろんだけど、先制点、中押し、ダメ押しという風な形でね、点を取れてったっていうのも非常に大きいかなという風に思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対、ベイスターズの試合解説をやっていこうかなというふうに思ってます。はい、まあ今日ね、結果はですね、まあ4対0というところで、ジャイアンツが勝利をいたしましたというところでね。まあ冒頭でも言いましたけども、やはり、ピッチャーがね、しっかり頑張ってくれるっていうのは非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、野手の、頑張りもありましたし、守備もやはり硬いというところで、なかなかな、相手にね、やはり点を取られないということは、点をそこまで取らなくても勝てるっていうことなんでね、まあ当たり前のことなんですけども、そこをしっかり、できているっていうのはね、なんて言うんだろう、すごい、矛と盾で言ったら、盾を、めちゃくちゃ強い盾を持ってるみたいな、感じのイメージなんじゃないかなというふうに思ってます。じゃあまず最初に、今日ですね、一言メモ、試合の感想メモを言わせてください。今日はですね、堀田賢慎前半と後半で攻め方が変化と。で、代打丸選手の読み勝ちというところで、一言メモさせていただきました。はい。まず堀田投手なんですけども、まあ非常にね、この間も、まあいいピッチングができてたと。で、まあ本人の口から言ってましたけども、まあ二巡目に捉えられるのが、多かったですというふうなね、この間、インタビューもありました。で、そこで今日ね、攻め方を見てたんです。で、一巡目ね、一巡目っていうのは1番から9番ね、一巡目を、なんか結構変化球をね、多く使ってるなっていう感じだったんですよ。なんですけども、二打席目というかね、二巡目からは非常にストレートを多く使ったりとか、バッターによっては、全部ストレートを投げ込んだりとか、そういったような、まあその、前半と後半で、攻め方をね、ガラッと変えさせて、相手のバッター、DeNA 打線は非常にね、困惑したんじゃないかな、というふうに思ってます。はい。で、代打丸選手の、まあ、読み勝ちっていうところなんですけど、まあ、代打でね、出てきて、すごく打つの難しいんですよ。うん、はっきり言って。4打席を立つわけじゃないから、1打席で、そのピッチャーをね、瞬時に、見極めて打つっていうところなんで、すごくやっぱ難しいんですよ。別の競技やってるような形なんですけど、そこでね、相手の投手が何でストライクを取れてて、どういう傾向にあってっていうところをしっかり頭の中を整理してね、打席の中で、それを実行できたっていうのは、もう完璧な読み勝ちだったと思います。後で詳しく、解説していきたいと思います。はい、じゃあですね、今日はですね、まず左側で、得点シーンさらっと振り返っていきまして、で、右側でですね、僕が気になったところであったりとか、今ここで赤線で言ったようなところを、詳しく解説していきたいというふうに思ってます。はい、まず得点シーンなんですけどもね、今日はですね、初回にね、タイムリーから始まりました。ツーアウト1、2塁で、坂本選手がレフト前のタイムリーというところで1点を先制した。やはりね、若手のピッチャーというところで、なかなかね、不安あると思うんです、堀田選手ね。なんですけども、しっかり、先制点を取ってくれたっていうのはね、非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、3回裏ですけども、ワンアウト3塁から吉川選手のライト前ヒットというところで、3回までにまあ2点。なかなか、最近は点入らないっていうふうな感じですけども、3回まで2点取れてね、非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。そこは0バーで続いていきまして、で、7回ですよね。ここですよね。まあ、ダメ押しという形でね。ワンアウト2塁でピンチヒッターの丸選手がホームラン。先ほども言いましたように、読み勝ちのホームランというところで、2点、ツーランホームランだったので2点、入りまして、終わってみれば4対0というところで、ジャイアンツが勝利をしております。はい、じゃあちょっとね、右側でね、詳しく、楽しく、面白く、解説していきたいと思っております。こっから見てよ。OK、こっから見てよ。OK、いきます。まず1回裏なんですけども、はい、まあ、点入ったところなんですが、まあ、その前にですね、ちょっと石田投手のことをね、お伝えしたいと思うんですけども、今日ですね、まあ、特に序盤っていうところに関して言うと、非常に、カットボールであったりとか、スライダーっていうボールが、なかなか操れてなかったんですよね。っていうところがあって、非常に、まあ、ちょっと序盤は厳しいピッチングになってきたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。
で、その上で、まあ、1回裏なんですけども、ツーアウトから吉川選手、セカンドのエラー、牧選手のエラーね。これまた、この間もあったと思うんですけども、ちょっとね、まあ、地方球場で、まあ、バウンドが変わったりとかっていうのは、まあ、あるんだけど、ちょっとね、牧選手ちょっとエラー多いなっていう感じは、確かにちょっと跳ねたんですけども、まあ、そこのね、守備力っていうところは、やはり吉川選手の方が、まあ、やっぱり全然上だなっていう感じはありますよね。で、で、ツーアウト中で、岡本選手もフォアボールね、このフォアボールが痛かったですよね。で、坂本選手が、カットボール、ボールで、ストレート2球で、ストレート捉えてね、レフト前ヒットというところで、うん、先制点というところで、やはりこの、エラーもね、これアウト取ってたらね、1点なかったわけですよ。うん、で、この岡本選手のフォアボールも、まあまあ、勝負してなんか打ち取ってれば、チェンジになってたんですけども、やはりエラーが出て、で、ちょっとピッチャーもがっくり来て、フォアボール来て、と。で、坂本選手に打たれてというところで、まあ最悪、うん、DNA からしたら最悪の流れだったんじゃないかな、というふうに思います。で、次はですね、3回表ですね。ここなんですけども、まあ、海老名選手がデッドボールで出ますと。で、関根選手がライトフライで、ツーアウト一塁というところでね、宮崎選手がバッターボックスの時に、まあ、海老名選手ね、スチール、まあこれはね、ツーアウトですし、まあ、1点取られてるというところで、まあ、果敢に攻めていきたいっていうところだったと思うんですよ。ランナーをね、二塁に送って。で、なんですけども、藤田選手がね、それをしっかりさせたっていうところと、ちょっとショートバウンドのボールだったんですけども、吉川選手がうまいことね、すくってタッチをしてね、アウトに取れたっていうところは、非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。はい。で、次3回裏なんですけども、ここですね、先ほど言ったように、なかなかこう、変化球でストライクが取れない。曲がり球、カットボールでやったりとか、スライダーでカウントが取れないために、ストレートでの勝負になってしまったっていうところが、典型的に現れたシーンでしたね。ここ先頭、萩尾選手。まあ、スリーボールワンストライクというバッター有利のカウント。まあ、これもね、曲がり球がなかなか決まらなくて、まあ、諦めてストレート行ったっていう形で、詰まってはいたんだけど、レフトへのツーベース。で、オコエ選手がうまいことバントしましたと。で、ワンアウト、三塁で吉川選手に、これライト前ヒットなんですけども、これもカーブ行って、カットボール3つ行って、で、最後ストレート、スリーボールワンストライクからストレート。もう相手が狙ってるの分かってるけど、もう行かざるを得ないというところで、ストレート行って結局、吉川選手にヒット打たれてというところで、やはり変化球のね、曲がり球っていうところが、なかなか、効いてないというね、コントロールが効いてないんで、もうまっすぐしかないよねっていう形になって、どちらもまっすぐ打たれてるっていうところで、この回はちょっとね、変化球がなかなか操れてなかったっていうのが、打たれた要因じゃないかなと思います。はい。で、ここですね。ここが結構ね、今日の、試合のキーポイントになってくるんちゃうかなと思ったんですけども、5回表ね、まあ、この時点で2対0という、スコアなんですよ。で、先頭のね、佐野選手がフォアボールに出るんですよ。これね、実はね、今日、堀田健信投手が、先頭バッター初めて出したんですよ。ね。で、高めにすごく球が浮いてましたと。うん。コントロールがちょっと効いてきてない。で、球数も増えてますでしょ。だから、ちょっとね、疲れが溜まってきてるというか、ちょっとこう、修正が効いてないなっていう感じはあったんですよ。で、ここでノーアウト1塁で戸柱選手が、まあ、結果的に言うと、まあ、ファーストゴロゲッツを打ってしまったっていう場面なんですけども、まあ、ここね、もし僕が、バッターだとしたら、前のバッターの配球であったりとか、球の、球筋っていうのは見えてますよね。で、ボールがなかなか操れてないなっていう風なところはね、感じるわけですよ。で、戸柱選手、前の打席にヒット打ってたんでね、まあ、打撃がもしかしたら好調だったのかなっていう感じはするんですけども、まあ2点負けてて、で、まあ先頭バッターね、初めてフォアボールというか、初めてランナーが出て、それにましてやね、高めに浮いててっていうところで、まあ間違いなく初球は打てないだろう。っていうところなんですよ。僕の野球観からするとね。なんですけども、戸柱選手、これ初球から振りに行きまして、で、結局ね、先ほど球が浮いてたから、じゃあ、ストレートはちょっとなんて言うんだろう、操れてないから、じゃあ、チェンジアップ、という球種でカウントを取っていこうという岸田選手のね、考えがありまして、それがね、戸柱選手は、なんて言うんだろう、ストレート来たみたいな、真ん中にストレート来たみたいな感じで、飛びついていったんが、ファーストゴロゲッツーってなったんで、これね、僕だったら間違いなく振ってないというか、まあその、もしかしたら打てのサインが出てたのか、それは分からないですけども、ここは僕の野球観から言うと、
間違いなく振るべきではないというか、うん、打ちに行くべきじゃないし、球はもっと選ぶべきかなっていうふうに正直思いました。まあ、トバルシラ選手もね、まあ、キャッチャーなんで、そういったところは考えれるとは思うんですけども、このバッティングは僕の感覚からしたらありえないなっていう感じはしました。別にそのゲッツを打ったからとか言うわけじゃなくて、ここはちょっと、なんて言うんだろう、慎重に行くべきとこやろって思ったんですけど、ここはまあどう、まあ DNA の野球がどうなのかわからないけど、まあこれは、ね、ちょっと、いただけないなっていう感じはしました。はい。で、これ7回表ね、次。ここに、ここでピッチャー変わるんですよ。で、西田投手になるんですけど、まあ非常にね、まあ0点に抑えてるピッチャーを交代させてっていうところで、まあ難しい、登板になってくると思うんですよね。うん。まあ流れとかも変わったりとかしますし、っていうところで。で、西田投手、結果的に言うと、まあ三者凡退を抑えたんですけども、これ非常にいいピッチングだったんですよ。っていうのも、まあ、宮崎選手をセカンドゴロ。で、牧選手の空振り三振なんかもね、2球目にストレートの、多分ボール気味なんですよ。多分ボールって言ってもいいぐらいのボールなんですけど、それを取ってくれたんですよ、ストライクでね。だから、牧選手はやっぱ低めを意識しちゃうんですよね。そこ取んのかってなるんですよ。で、同じ軌道ぐらい、同じ高さぐらいからスライダー行って、もうバットを振っちゃってるっていうところで、空振り三振でしょ？で、これ2アウトから筒香選手にもキャッチャーゴロっていうところを抑えたんですけど、これもストレート2球パンパンいって、高め2球目パンいって打たして、で、追い込んでからカーブ2球いってるんですよ。多分これ、僕ダゾーンで今日見てたんですけど、横からね、はいみたいな、おいみたいな声聞こえてて、多分、横からサイン出してたと思うんですよね。安倍さんか、サネマスさんかわかんないですけど。で、それがストレート2球パンパンでいって、カーブいったんですよ。うん。だから、筒香選手からしたら、ここでカーブ来んのかっていうところで、多分、間違いなく、なんていうの、待ってない球が来たっていう感じで、まあ、キャッチャーゴロ打ち取れたんですけど、まあ、実際この回ね、まあ、非常に強力な、3番、4番、5番ですし、一発もあるような打線なんですけど、しっかり三者凡退取れた。っていうところは、非常に大きかったと思うし、いいピッチングだったなというふうに思いました。で、結局これね、三者凡退抑えた後でしょ？これ2点取ったの。で、7回裏ですけども、この岸田選手のね、これライト前ヒットはちょっと、僕、まあ、ひいきしてるやろって思うかもしれないけど、これはめちゃくちゃナイスバッティングでした。はい、というのも、まあ、岸田選手、まあ、昨日もホームラン打って、まあ、非常にまあ、打撃調子いいですけども、今日のね、打席も見てても、状態いいし、内容もいいんですけど、これすごいなと思ったのが、6球目に、ストレートのインサイド、待ってないボールなんだけど、腕畳んで、パーン打って、めちゃくちゃ大きいファール打ったんですよ。で、やっぱバッテリーは、あ、これ危ないなって感じるわけですよ。うん。あ、これインサイドやったらこれ危ないなって感じるんで、やっぱ外勝負になってきたりするんですよ。で、キャッチャーだから分かるんですよ、それね。で、まあ、それを狙ってたかわからないけど、その、大きいファールをレフトに打ち込んだ後に、しっかりライト前にね、謙虚にライト前パチン打ってるんで、これはね、ちょっとね、もう正直めちゃくちゃいいバッティングやなと思ったし、相手の、なんて言うんだろう、考えを見透かされてるような打撃をしてるんで、うん、相手からしたらめちゃくちゃ嫌な打撃をしたんじゃないかなというふうに思います。で、これ、門脇選手バント成功させて、で、ここでしょ、ワンアウト二塁で、ピンチヒッター、これ丸さんなんですけど、読みがちって言ったじゃないですか。で、これ石田投手ね、これ、先ほど言ってたじゃないですか。まあ、なかなか曲がり球が、入らないというか、修正、まあ、最後の方、後半の方はまあ、ちょっと修正は効いてきてたんですけど、曲がり球っていうのが今日ね、ちょっとあんまり良くなかったんですよ。で、今日の左バッターに対して、チェンジアップって言ったらもうほとんど投げてないんですよね。うん、右バッターに対しては、まあ、長野さんであったりとか、坂本さんとかにもチェンジアップ投げてたんですけど、左バッターに対してチェンジアップ全然ないんですよ。で、1球目スライダー来たんですよ。で、アウトコースのボール球、結構ギリギリのボールでボールって言われたんですよね。で、その時に考えられるのが、もう1球スライダーを続けるか、で、まあ違う球種でいくかってところなんですけど、ここで多分丸さんね、1球目のスライダーが結構ギリギリのボールだったんですよ。ってことは、スライダーをもう1回続けるという選択肢になると、バッターからするとちょっとでも、内側に入ってきたら、同じ球種なんで、めちゃくちゃ打ちやすく感じるんですよ。うん。だから、多分、丸さんは、あ、これギリギリのボールだったから、同じ球で、カウントを取りに来ることはないだろうなって感じで、多分、消したと思うんですよね。スライダーを。で、じゃあ何で取りに来んのって話なんですけど、じゃあチェンジアップ来ますかと。チェンジアップ、左バッターに全然投げてません。じゃあ消せますね、と。じゃあもう、あとストレートしかないですねってなるんですよ。
で、そのストレートをしっかり狙いに行って、パーン打ってホームランというところで、もう完璧にこれ読みがちなんですよね。だから相手バッテリーからしたら、すごく難しくなってくるんですよね。ストレート行っても、なかなかね、コースをしっかり狙わないといけなかったりとか、強い球を投げないと、ファール取れなかったりするんで、だからこれに関してはね、丸さんは完璧な読みがちだったな、というふうに思います。はい。で、まあ、三島あ投手が出てきて、まあ、フォアボール連発、2個連発して、で、吉川選手、レフトフライ、で、岡本選手、ファーストフライというところで、なかなかあれほど荒れてるピッチャーになってくると逆に絞りづらいみたいなところがあって、追加点が奪えずというところ。で、これ最後8回表。で、これ、高梨さんがピッチャー行ってて、で、先頭佐野選手がですね、レフト前ヒット。で、ノアで中で戸柱選手がライトフライ。これも結構危なかったんですよね。フェンスギリギリまで飛んだんだけど、まあギリギリアウトっていうところ。で、ワンアウト中でピンチヒッター桑原選手出てきて、で、まあシュートっていう形で行って、まあ、ピッチャーゴロゲッツー。で、これもすごかったのが、ピッチャーゴロ取って、ちょっと間を開けて、ピュンって二塁に投げて、普通だったら大体ショートが入ったりするんですよ。ショートがそのままの流れでファーストに投げたりするんですけど、それを吉川選手が前に出て、こう、出てファーストに投げてアウトっていうところで、非常にね、このまあ、二遊間の連携もそうですし、まあ、高梨さんもね、フィールディングがすごく上手いというところで、ここのピンチをね、しっかりゲッツーで取れて、追われたっていうところ。で、最後も、まあ、点差4点空いてて、まあ、その、バルドナード選手がね、使わないというところで、最後、泉投手が投げたんですけど、これもね、しっかりピシャリとね、抑えてくれてるというか、このレベルのピッチャーが、その点差ある時に投げてくれるっていうのは非常にでかいし、で、安定感えげつない。多分ね、まだ多分点取られてないと思うんですよ。多分開幕してから。っていうところで、非常にね、いいピッチングだなというふうに思うし、このなんか、なんて言うんだろう。点はあんま取れないんだけど、マジで勝つっていうね、この最強の盾を持ってます。みたいな、野球っていうところでね、これまでの、近年のジャイアンツではなかった野球だなというふうに思うし、非常にね、まあ、面白いというか、昔で言ったらその中日の野球みたいな、落合監督がやってる時の中日の野球みたいな、点はあんま取れないんだけど、マジでピッチャー陣とかバッテリーがめちゃくちゃ強いから、なんかわからんけど勝ってるみたいな、なんかわからんけど優勝してるみたいな、チームに似てるんちゃうかな、というふうに思いました。はい、そんな感じでね、まあ、今日も勝ちましたけども、まあ、非常にね、いい感じで、野球やれてるというところで、まあ、明日休みか。で、明日休みで明後日ね、また、試合開始でやっていきたいと思いますし、ちょっとね、今計画してるのはライブ配信もちょっとやってみたいなというところで、ちょっと今、調整もしておりますので、ぜひね、なんか OBS、なんかアプリやるんですけど、そういったところもね、詳しい方いらっしゃいましたらね、ぜひ教えていただけるというふうに、教えていただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これはどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。